フォールアウト76遊んできます。それでは今回もパブリックテストサーバーのカスタムワールドで遊んでいくため、ネタバレにご注意ください。では今回は星3つ目のレジェンダリー、ゴースト。こちらを再び検証してみたいと思います。ゴーストは敵に攻撃がヒットすると 10% の確率でプレイヤーの姿が消える。そういうレジェンダリー効果ですね。で、以前試した時はエスケープアーティストの不具合があって、ちょっと効果が出てるのかどうか検証がうまくできなかったため、今回再検証となります。で、他の方の動画を見ると、ゴーストの効果が出て体が消えた後、しばらくしてからデンジャーがね、高所になってましたね。エスケープアーティストと同じような効果になっていた。で、以前こちらはね、ヘビーガンで試しましたが、ヘビーガンではすぐ気づかれるため、意味がなかったのかもしれませんね。もしくは連射で無駄に弾が飛んでしまうから、体が消えた効果も打ち消されてしまっていた可能性もある。その他見た情報としては、ショットガンの場合、ゴーストがかなりね、発動しやすいそうですね。一度に8発分の判定があるからですかね。で、ここで気になるのが、ショットガンに爆発レジェンダリー。これにも判定が乗るのかどうかですね。乗るのであれば、1発が16発分になるので、ゴーストが出まくりそうですが、どうなのかな。なので、まず、レジェンダリークラフト。これはね、ショットガンの爆発ゴースト。これを狙っていきましょうか。で、武器は、ポンプアクションショットガンにしますか。クイックハンドをつければね、リロードの問題は解決しますからね。来た。爆発のゴースト。夜行性ですね。とりあえず威力は必要ないので、正確性を重視しますか。トゥルーレシーバー。で、サプレッサーはあるなしでね、調べましょう。まずはサプレッサーあり。で、効果を確認できたらその後、サプレッサーはなしでね、測りましょう。サプレッサーがない場合は、ヘビーガンと同じようにね、効果は出なさそうですが、試さないことにはね、わかりませんからね。エンフォーサーつけるか。そうだな。V 破壊した方がね、検証しやすいと思うんですけど。ちなみに検証しやすくするために、カスタムワールドの設定で、プレイヤーの当てるダメージは、マイナス 75% に設定しています。敵を相当撃てるようにしてますね。じゃあ、エスケープアーティストは外した状態にして、これで敵に見つかった状態でしゃがんでも、デンジャー状態継続しますからね。そしてしゃがんで、このショットガンを撃つ。で、ゴーストが発動した時に、デンジャーから高所になるのか。ですね。じゃあ、はじめは定番の、モールマイナー。ともいきや、グーラいるぞ。デンジャーだけど、こいつ使って撃ってみようか。こいつしかしな、移動速度速いんだよな。とりあえず足元撃って、破壊したいが、2体いる。2体の場合は、検証は不十分だが、デンジャーから変わらない。変わりません。サプレッサーつけてるのに、デンジャー状態が解けない。もう撃ってみよう。でも、一発撃っただけでね、ステルスフィード発動しますね。やっぱりゴースト。ショットガンにゴーストは、発動しやすい。しかも爆発ついてるけど。ただし、デンジャー解けない。いきなり失敗なのか、これは。検証。なんてことだ。今発動しませんでしたね。発動した。一発撃つと、複数ね、発動してるように見えますね。これ、あれかな。ショットガンだから良くないのかな。いや、どうだろうな。単発銃の方がむしろ良いという可能性もある。今ちょっと高所になりましたけど。もう一回デンジャーになろう。これデンジャー。この状態で、ゴースト発動。クイックハンドも発動した。これ待機するが、デンジャーは解けない。なんていうことだ。距離が必要かな。どうなんだ？ゴースト発動。変わんないよね。変わんないな。条件は一体何なんだ？どうやったら発動すんの？ビクともしないよ。もうちょい離れてみる？しかしほんとすごいね。ゴーストの発動率、10% にもかかわらず、ほぼ発動する。しかし、全然消え。今高所になったけど、これは距離取ったおかげかな？この状態で立っても、遠すぎるんだ。じゃあこのギリギリのところで撃って離れてゴースト発動した。なんにもならないね。ショットガンダメなのか？これやっぱり以前のヘビーガンと同じく弾がね、たくさん当たってしまってる。それが悪さを働いてる可能性もある。今また高所になったけど。これは純粋に時間が経ったからかな。ゴースは関係なさそうだね。ああ、でも敵が2体いる。それも関係してる可能性もありますね。そうだな。あ、高所になった。ああ、これどうかな？わかんないな。というわけで、こいつで試すか。さあ、見つかって、見つからないが、デンジャー。見つかりましたが、こいつの足を破壊したい。足を破壊した。ゴースは発動したけど、これは近すぎるか。ゴース発動。で、デンジャー変わらず。すごい見られている。ダメなのか、ゴースト。これあれかな、プレイヤーの、このアジリティ？これも影響すんのかな？どうなんだろうね。じゃあ次はお試しで、エスケープアーティスト。それを合わせてみるか。まあ、カメレオンと同じような効果であるならば、このストレスフィールド、一つだけでは全然効果がない。のかもしれない。もっといろいろ重ねないとね。見つかってる状態で、足を打ってゴーサ発動。しかし、デンジは解けない。解けない。解けないな。じゃあ次は、他の単発武器。それ試すか。じゃあ10ミリピストル。これに普通のゴースをつけてみましょう。爆発とかはなしでね。いきなり出ましたね。ラストショットの夜行性ゴースト。これでいいかな？シンプルだね。で、サプレッサーつけると。エスケープアーティストは再び、外しましょう。来たぞ。あ、しかしあいつは、近接か。ちょっと、あ、ゴースト外したけど、こいつは難しいな。寄ってくるから。よし、片足、怪我しましたね。消えた。さあ、どうなる？ああ！デンジャー今、高所になりましたね。なったな。これが正解か？いや、どうだろうな。ちょっとまだ、もうちょいね、確認しよう。今、奴は動きをね、止まってる状態ですが、デンジャー、ここで再び、発動しろ！ゴースト！ゴースト！来た！やったー！いやー、なんかわかんない。タイミングが、今早かったぞ、かなり。どういうことなんだ？でも今んとこかなり、10ミリピストルはね、デンジャーが後者になりやすいね。あ、足は乗ったか、こいつ。発動率が悪い。コーション。あれ？なんでコーションだった今。多分時間の経過か？発動した。ゴースト。お、あれ？ああ、なんだ？効き目がない。あ、いや、高所になったけど。これわかんないな、これ。今発動したのかな？なんとも言えない。来た。ゴースト来たよ。これで？高所。まあ、多分これは発動してるんだろうね。で、このゴーストの効果単体でもエスケープアーティストと同じようになる。ぽいね。ぽいけど、これ、使い道難しいんじゃないか、これ。ショットガンで発動するんであればね、わかるんだけどね。単発銃だとこの全然発動しないから、ほんと使い道がないというかね。では再び、ショットガンですね。やっぱり一発で消えるんだけど、爆発が悪いという可能性もある。爆発は気づかれやすいとかね。だから爆発はない方が良いとか。その説もあるかな。ちょっとアジリティを上げてみましょうか。アジリティ34。これどうでしょうね。さあ、デンジャー。消えた。消えたぞ。こいつに見られてるか。あいつの足を破壊しよう。まあ、ほぼ一発で破壊できますが、新手が来た。さあ、デンジャーで、ゴーストを発動しますが、効かない。効かないなぁ。ちょっと後で試そうとしていたんですが、カメレオンのパーマ、これを着て試しましょうか。全身カメレオンのパーマ、これならばしゃがんだ瞬間、デンジャーが高所になるんですけど、ここまで近いと、ああ、でも、高所になりますね。しかしすぐ気づかれる。ここでこのね、ゴーストが合わさると、さらに効果が出ないかとかね、いろいろ考えてるんですけど。あと、しゃがんだ瞬間でなくて、移動してから止まった瞬間、これでもカメレオンがね、発動しますね。今、高所になりましたけど。これと合わせてより効果が出ないかとかね、考えたんですが、どうかな。デンジャーから高所になりますが、これはカメレオンですね。2人でデンジャーになりましたが、こっからゴースの効果でなんとかならないか。ゴースはすごい発動してるけど、特に何にもならない。じゃあ次は爆発なしのショットガン。で、ショットガンがダメの場合は、連射系でサプレッサーありの銃器。それでも試しますか。まあ、先ほどの10ミリをね、オートマチックに変えてもいいんですけど。これでいいかな。忍び寄るもののゴーストですね。さあ、デンジャー。奴はこけましたが、これで、ゴースト発動。どうなる？さあ、どうなる？デンジャーは、継続中。ダメか？ダメっぽいな、ショットガン。またゴースト発動。しかし、ダメですね。フィクサー。これはステルス能力高いからね。もしかしたらより効果はあるのかもしれない。さあ、まず前方にミュータントいますけど、ここは結構いるからな。ちょっと難しいかな、ここも。発動しろ！来た！デンジャー来たよ！ゴースト発動して。しかし、デンジャー、なった！高所になった！今は発動しましたね。発動した。けど、やっぱ効果が出るまですんごい遅い。さあ、再び気づかれましたが、この状態でしゃがんだ状態のまま、どれくらいで高所に変化するのか。目の前で。これは、ゴースト関係なしに高所になったな。今ね。ゴースト関係ないのか。わからん。全然わからん。現在、デンジャー中。ただしゃがんでるだけですが、また高所になった。ゴースト関係なかった、今までもしかして。単純にしゃがみ時間が長いと、デンジャーから高所になる。っていうだけの話なのか、これは。でもさすがに移動すれば、この状態で高所にならないよね。なったな、今。高所になったな。なんで高所になったの、今。じゃあ分かった。次はこれ、ヘビーガン。この状態でデンジャーから高所になるかどうか。この接近してくるやつはちょっと、ややこしいんでね。倒してしまいましょう。さあ、ミニガンバッシャーを構えて、デンジャー状態ですが、これで高所になるかな？さっきよりは敵の数は少ないけど。高所になったな。高所になっちゃったな。何もしなくても高所になっちゃったね。これは、アジリティの能力が高いからですか？さて、あれからいろいろ試しましたが、結論としてはよくわかりませんでした。が、セミオートの10ミリピストル？これはね、ゴーストの焚き切りが機能していると思われます。結構早く、デンジャーから高所になることが多かった。で、オートマチックのフィクサー？これはいろいろ試してみましたが、焚き切りが機能していないような気がしますね。デンジャーから高所になったのは、別の要因が機能していた可能性が高い。まあ、デンジャーでしばらくしゃがんでると高所になりましたが、それはね、元からあるステルスの機能であって、ゴーストは関係ない。そんな感じがしています。で、フィクサーと同様にショットガンもね、機能しませんでしたね。爆発レジェンダリーがあるなしにもかかわらず。それとフルオート化した10ミリピストル、これも試してみましたが、フィクサーと同じく機能していないと思われます。まあ、というわけで、今回の検証結果からは、まだはっきりしたことが言いませんね。ゴーストが機能する武器と機能しない武器があるかもしれないし、セミオートとフルオートでも挙動が変わるのかもしれない。まあ、少なくとも言えることは、10ミリセミオートピストルで、まあ、100% ではありませんが、ゴーストは機能したと思われるため、次検証するのであれば、セミオートの武器で機能する武器は何なのかを調べるのが良さそうですね。で、ゴースト発動時、連射して、自らステルスをね、打ち消してしまっても、セミオート10ミリピストルの場合、その後、きちんとね、打撃流を発動したケースがありました。まあ、これが正常な動作であるならば、敵に見つかった状態でも、弾を連射すれば、しゃがんだまま、デンジャーから高所に移行することが可能になりますね。まあ、また今後、何かわかりましたらね、再び動画にしていけたらと思います。というわけで今回はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。